るち、今日も随分遅い目覚めじゃな。昨日の晩もほとんど食事に手をつけていなかったの。己一人が無事でいたことがそんなに応えておるのか。良い心がけじゃが、飯は食え、生活を乱すな。健全な魂は健全な肉体にしか宿らぬ。それに悪いことばかりが続くわけでもない。本当に傷はもう大丈夫なんですか？痛むところがあったら言ってくださいよ。大丈夫だ、サナは心配しすぎだよ。それに姉さんも安心させてあげたい。おはよう、姉さん。そうですよ、念のためあと1日くらいは横になってた方がいいですよ。姉さんもサナも心配性だな。大丈夫だよ、もともと傷が深かったわけじゃないんだ。寝込んだのは宝具を出した時に霊力をほとんど使い切ってしまったのが原因だと思う。大丈夫だってば。宝具が使えるようになってから自分の力が急激に上がっていくのがわかるんだ。次はもっと役に立てると思う。姉さんは何も心配しないで。さあさあ、お食事にしましょう。遅刻してしまいますよ。リク君、久しぶりだね。はい、ご心配をおかけしました。俺たちも動ける程度には回復した。全員揃ったな。これでリーダー鴨安則率いる守護者部隊の揃い踏みだな。リーダー不信任案に賛成の人。なんだと。さては君たち、僕の才能に嫉妬しているんだな。そもそもお前守護者じゃねえだろ。守護者部隊のリーダーさんよ。はっ、そうだった。天役寮の恥さらしね。守護者は揃ったな。現状これ以上は望めないだろう。で、これからどうする、玉より姫。半年前のあの夜、綾子さんの封印の儀は失敗に終わり、解放された竜人の一部が魔王に乗り移った。奴らに姉さんは渡さない。立派な考えだね。玉より姫としての責任ね。なんかちょっと頼もしくなったな。
やれること？雲をつかむような話だな。根拠がどこにもない。天野家にある蔵書は自由に閲覧していいよ。いや、そうじゃないんだ。そうじゃないんだけど。協力するわ。親友が困ってたら助ける、当然でしょ。姉さん、調べるって言うけど当てはあるのか？それはまた。どうして？お前の使い魔は何も教えてはくれないのか？そうだぜ。長年高千穂家に仕えてるんだろ。どいつもこいつも信用ならないな。あのじいさんか、好かないな。わかった、話は通しておくよ。放課後うちに来てほしい。俺たちについちゃ問題ねえぜ。むしろ感謝してるくらいだ。俺も小太郎もおかげで天子と戦う力を手に入れた。お前を守ることで宝具の力を使えるなら力を貸してやってもいい。俺も含めてこの場にいる人間はみんな自分の意志でここにいる。お前が申し訳なく思うことなんて何もない。ちょっと安典、どこに行く気なの？教室は逆方向よ。悪い、少し一人になりたいんだ。気にしないであげて。まあ、安典にもいろいろあるのよ。少し待ってくれないかな。話があるんだ。もちろん急ぎの用事があるなら無理には止めないけど。
さっきのことだよ。うちの祖父に会うという話について。行かない方がいい。そう言えたらよかったんだけどね。もう逃げようがない場所まで来てしまったようだ。君が行くというなら僕に止めることはできない。こんな日が来る前に僕も真央も必死であがいていたんだが、それももう遅いようだ。すまない、途中から独り言になってしまったよ。君は今日いろいろなことを知ってしまうだろう。知らなければいけない時が来ているのは確かに事実だ。だが僕も真央もこんなことに君を巻き込みたくなかった。驚いたな。そこまで分かっていたのか。いつの間にか大きくなったんだな。今の君なら真実の重さに耐え、それでも前を向くことができるのかもしれない。祖父の話を聞くといい。無理をすることはないからね。辛くなったら頼ってほしい。僕はいつも君のそばにいるから。残念だが、僕が同行できるのはここまでだ。天野家と高千代家の正式な話し合いの場には、当事者以外の立ち会いは許されない。できれば、そばにいてあげたいんだ。よく来てくれた玉より姫。遥か昔より高千穂家を支えた天野家は、今も昔も変わらず玉より姫の訪問を歓迎しよう。ここのところ村に不穏な空気が流れているな。化け物を見たという噂、村を覆い続ける雲、そして森や山の異様な静けさ。玉より姫はこれらをどう見るかな。傷つけるほどに至った妖かしはまだ少ないようだが、
そのうち対処できぬ数となって襲いかかってこような。この村の状況はよく把握できているようだ。それで今日はどのような用件で？真実。なぜ私に聞けばわかると？今まで私に尋ねなかったのはなぜだろう？覚悟はできているようだな。よろしい。玉依姫に関するすべてを君に伝えることとしよう。竜神の封印は神代の時代になされたものだ。渡積国に住む国つかみの渡積には豊玉姫と玉依姫という仲の良い娘がいた。玉依姫と封印の由来のすべてだ。玉依姫は自らを煮えとすることで豊玉姫の怒りを鎮め、その怒りを勾玉に封じ込める。その方法は今も昔も変わらない。
封印の儀とは煮えの儀に他ならぬ。玉依姫は自らの命を豊玉姫に差し出すことで封印を維持し続けた。姫などという名はついているが、その実は人柱以外の何者でもない。先代玉依姫も封印のための煮えとなった。守護者は玉依姫を煮えの儀まで守る役を負う。このことは領事にはすでに伝えてある。あれは命に代えても煮えの儀まで君を守るだろう。君は玉依姫として近日中に国が繁栄していくための礎となるだろう。泣いているのかね。自らの宿命の残酷さが悲しいのだな。先代の死は私が見とった。最後まで残された者の幸せを願っていた。私たちは使い魔の身にありながら主様の信頼を裏切り続けていました。いかような罰も受ける覚悟はできています。
起きていたのか。君の様子が気になってね。落ち着いているようならよかった。ああ、知っていたよ。君の悲しむ顔を見たくなかったから。いや、本当だよ。できれば君には知らないままでいてほしかったんだ。煮えの儀はもっと先のことになると思っていたんだ。誰も犠牲にせず封印を維持する。煮えの儀に変わる方法を探し、君を玉寄姫の役割から解き放つ。君は何も知らず、ずっと幸せに生きていく。それが僕と真央の願いだった。ああ、そうだよ。僕と真央が天野清十郎の勧めに従って婚約したのは、お互いを愛し合っていたからじゃない。表向きは天野家やこの村の慣習に従っているように見せたかったからだ。僕も真央もこのまま行けば綾子さんが、そして君が生贄になることは分かっていた。そうなる前にこの呪われた慣習を打ち壊す必要があった。僕たちは必死でその方法を探り続けた。僕と真央は同志だった。あの嵐の夜、封印は完全にはなされなかった。行かれる竜神はさらなる煮えを求めた。多分真央は君の身代わりになったのだと。方法はあると思う。竜神を完全に封じてしまうんだ。魔王の体を操る竜神の意志も全て煮えの儀を行えばおそらく可能だ。結論を急ぐことはない。簡単に自分を犠牲にすることは安易な解決法だ。もう少しあがこう。目を閉じてしまえば見えたはずの光さえ見えなくなってしまう。今日はもうお休み。何も考えなくてもいい。泣かなくてもいいんだ。安心しておいで。私の気配を見つけたの。見つからないようにしていたのじゃが、
修行の成果が出ているのかもしれぬ。すまなかった。今まで高千穂家にずっと仕えていたが、今回はダメじゃった。何度も言おうとしたのじゃ、でもダメじゃった。どうしても言えなかったのじゃ。小さな頃からずっと見守ってきたのじゃ。不敬と思われるかもしれんが、自らのこのように思っておったのじゃ。生贄になれなどと言えるわけが。なぜなんじゃろうな。なぜ高千穂の子だけがこのような目に遭うのじゃろう。なぜこんな残酷なことを。修行して一人前になれば、その分自分の死期を早めることになるんじゃぞ。なぜ死に急ぐ。すまぬ。私が教えられることは全て教える。それが私の役割じゃ。どうした、ぼんやりして。昨日天野の家で何かあったか。そうか、ならいいんだが。なんだかおかしな日だな。鴨も風邪で休んでるし、あいつだけは風邪をひかないって思ってたのに。だな、悪い。どうしたの？二人で辛気臭い顔しちゃって。ええ、平気。必死で頑張ってる。司書室行くんでしょ。悪いが俺はパスタ。昨日の晩鴨に頼まれたんだ。昼と放課後にあやかしがいないか調べてほしいってよ。あいつの日課なんだそうだ。普段は放課後だが、今は非常時だから昼もやってほしいって。あれで結構正義の味方なのよ。いや、いらっしゃい。リク君は裏山で宝具の修行。巫舞兄弟はそもそも登校してない。おそらく天子の足跡を追ってるんだろう。鴨君は風邪だって聞いてる。明君も
どうやら来ないようだね。そうか、寂しいものだ。これで全員なら隠し事は必要ないわね。領事さん、どこまで知ってるの？二人ともニエの儀については知ってるのよね。ああ、知ってるよ。ずっと昔からね。ごめんね、隠してたわけじゃないの。知ったのはつい最近。村の謎や調査を進めるうちに、玉依姫を生贄に竜神の力を鎮めるニエの儀の存在を知ったの。で、天薬寮はどうだよ。まだ結論は出てないわ。領事さん、あなたの意思を聞かせてもらえますか？それは、天薬寮の一員として聞いているのかい？彼女の親友として聞いてるんです。彼女に煮えの儀なんてさせないよ。誰にも彼女を傷つけさせない。信じますよ、領事さん。僕も、君と鴨君を信じよう。天薬寮としてではなく、彼女の親友としての君たちをね。君は大船に乗ったつもりでいればいい。そうよ、私たちがついてるわ。